達成しました。なんとかここで勝ってほしいですね。ただいまより投票受付を開始します。
世代を超えた女王の座を目指して、エリザベス女王杯のスタートです。エリザベス女王杯2200メートル、まずまずのスタートといったところであります。先行グループからまず見てまいりましょう。先頭に立ったのは2番雪の美人、8番スターバレリーナが上がってまいりました。そして内からは3番モースフライト、それからオクトベガ、まもなく第1コーナー内から1頭5番ベガ、そして外からは11番エルカーサリバー、これが1番人気、連勝中のカタルハーヘア、ベストダンシング。9番トーワナゴン、ブライトムーンはそのうちにいます。その後ろ3馬身くらいあって、ヤクモ朝風、そしてしんがりからダンスダンスダンスという展開です。さあ前の方はどうなっているのか。順位が入れ替わっておりまして、先頭はノースフライトであります。その外からはスターバレリーナ、オクトベガがその後ろ、そのうち5番ベガ。さあ第3コーナーに差し掛かります。その外に11番エルカーサリバー、そしてそのうちに2番雪の美人、そして1番人気のカタルハーヘア、うまくいっているんではないでしょうか。そしてその後ろからベストダンシング、トーワナゴン、そしてもう1頭ブライトムーン、この辺りちょっと離れているヤクモ朝風、内を通ってスルスルとダンスダンスダンスが上がっていきました。依然先頭ノースフライト、外を通りましてスターバレリーナ。さあ場内が騒然としています。場内が騒然としています。カタルハーヘアは6番手といったあたり、先頭はスターバレリーナ、内から1頭ノースフライト、ベガが2番手、先頭カワチとスターバレリーナ、ベガカワチと先頭に立った、内からスターバレリーナが差を詰めてくる、ベガ1着、エリザベス女王杯、勝ったのは5番ベガだ。次は頑張りましょう。1着、5番、2着、8番。レースを終えた馬が戻ってきました。今週はレースがあります。適正な馬体重ですね。嬉しそうですね。何かご用でしょうか。3番人気です。ただいまより投票受付を開始します。
シャティン最大のお祭りも残すはこの香港カップのみであります。シャティン競馬場に素晴らしいメンバーが揃いました。スタートを切りました。12頭まずまずのスタートかと思います。果たして先頭に行くのは2番リバーバードンが先頭に立ちました。そしてその外にバリルド、11番スタークサウス、そしてその後ろからヒットウッド、その外に9番カタルハーヘア、1番ベルニアンペルール、外を通りまして5番アップルツリー、8番成り立ちからモチベーションがかわしていきました。フレイズ、カツーフが並んでいっています。ビエンビエン、これがしんがりであります。先頭の方はどうなっているか。先頭行くバリルド、カンバシンリード、内から1頭リバーバードン、11番スタークサウス、そして4番手にヒットウッドであります。それからもう1頭カタルハーヘア、その後ろ3馬身くらいあってモチベーション、そのうちからはベルニアンペルール、外を通ってアップルツリー、12頭が第3コーナーに向かいます。その外からは8番成り立ちから、そしてその後ろから12番カツーフ、内を通りましてフレイズ、ビエンビエン、徐々に差を詰めます。これが先頭バリルド、その後ろでやりましょうか。スタークサウス、ご覧のように一段すごい競馬になっていよいよ直線。先頭行くピンクの帽子はスタークサウス、内からはパタノハーフェアが来ている。ビエンビエンが差を詰めてきた。パタノハーフェア先頭に立った。内からビエンビエンが差を詰めてくる。先頭は7番ビエンビエン、パタノハーフェアが差を詰めてくる。さあ抜けました。ビエンビエン1着、ビエンビエン何かご用でしょうか。